神武王は、白木の第45代の王であり、生は金、意味は優長。第38代元世王の彦であり、父は、上大東金、金帝、母は、牧師の新勇夫人、王妃は、貞次夫人。42代高徳王の3年1月には、ダイヤの位にあって自中に抜擢されたが、831年1月には、 王都近所に起こった地震のために自中を免職された。834年1月には再び自中に帰り在たが、835年2月に、父の金金帝が城代島に就任すると、友長は上へ表して、自中職を辞任した。この時に、公認の自中になったのが金明だった。皇徳王の死後、城代島職にあった父金帝とその老いの金帝流との間に、 大継承をめぐって争いが起こった。騒乱の中で金帝が死んで、貴公王が即位すると、勇長らは清美鎮大使の長歩行を頼って落ち延びていった。その後、貴公王を擁立した金明が反乱を起こし、貴公王を殺して838年1月に、貧愛王として即位すると、勇長派は同年3月から貧愛王を撃つための軍事行動を開始した。 結果として、雄長の将軍の金アキラが王都に迫り、839年1月23日に、敏愛王を殺害した。雄長は王の儀礼をもって、敏愛王のバねを埋葬し、また、これへに則っ,って即位式を取り行い、王位を継承した。即位後に王の祖父、当、母を追封し、この金慶王を大使とした。また、 林愛王との戦いで功績の大きかった、長歩皇を管義軍師に任命し、職有二千行を賜るとともに、長歩皇の娘を大使の嫁に迎える約束を取り付けた。王霊に基づく全王の埋葬、これに則った即位の儀式など、王位の尊厳を明確化するとともに、地方勢力との結合を図ったものと見られている。 839年7月には、前々代の貴公王の代から送ることができて、いなかった党に対して死者を派遣し、青の節度氏に土日を送った。党の文僧はこのことを聞いて、遠方の人であることを哀れんで、白木に帰国させたという。同月神武王は病に倒れ、23日に死去した。神武と送りなされ、定刑山の西北に埋葬されたという。 その横領は、慶州市と報道の史跡第185号が、否定されている。三国維持王歴では、定住夫人、または、定次夫人とし、明海の娘とする。文科大学史総書版の当中では、各官が脱落したものとしている。敏愛王赤と赤利公記による。三国式は、敏愛王の死去1月19日。三国維持、王歴では、 1>, 1月22日と記されている。ソフレーエを、めぐみやすしだ父、金帝を、しげのり大王、母を、剣木大王と追封した。しかし、王都の貴族たちは、出自の明確ではない長歩行を迎え入れることを拒み、文政王の時代になって、長歩行との約束を保護にしたばかりでなく帰って、暗殺し、 相変わらずの貴族間の派遣争いを続けることとなった。井上1972ピアニッシモ244から245超歩行を暗殺するに至る経緯は、三国式、白木本義では、文政王代のこととして記されているが、三国維持記儀、人務応援張り、弓友江城には、人務王代のこととして記されている。三国式白木本義 人武を秋7月上によるが、同文は、殺付元気巻980、外心部、通行改正3年秋7月上を引用したもので、あり、1年の誤差が見られる。井上役中 1980p358 中92、三国維持王歴では、同年11月23日に死去したとする。文科大学史葬書版では、本文は7月とし、当中で、 原本には7月とあるが11月に改めるとしている。ありがとうございます。